トトロナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナインティナイン岡村です。矢部です。これ恥ずかしながらなんですけど、あのスタジオジブリ作品っていうのを、ちゃんと見たことってない。なんか見たような感じになってんねん、なんかロードショーとかで。まあまあまあね。でもちゃんと見てない。なんとなくこうついてて、で見てるみたいな感じで、でもちゃんと見てなかった。この間でもあのテレビでトトロ初めてちゃんと見た。ああ、トトロね。あ、こういう話やったんやと思って。分かりやすかった、あのトトロは。あのなんかこうね、迷子になって、なんか、あ、大冒険なんや、それにトトロがなんかいろいろとあれしてくれんねやって、ちゃんと見たことなかった。ま、要はなんかね、お笑いのネタでも真っ黒クロスケとか、要はフジモンとかそう言うてて、何やろな真っ黒クロスケとか思ってて、猫バスとかなんかみんなよ言うやんか、何やろなと思ってて、ちゃんと見たらちゃんと分かったわ。あ、なるほど、そうなのよ、ね、これが真っ黒クロスケなんだと思って、猫バス、あ、これが猫バスやねと思って、これでちょうど何か十何回やってるじゃん、テレビで。それでもまだ13%取るね、これ。取るよね。好きやねね、みんな。でもなんか面白かったわ。ちゃんと見ようかな思って、千と千尋とか。やっぱりジブリ映画とかディズニーとか、やっぱり子供できてから改めて見るからね。でもね、あのもうちょっと早くあのテレビでやったらええのになと。9時からやったら寝てしまうやん、子供って。なんかだから7時ぐらいからやったらちゃんと子供を全部見れんのになとか思いながら見てたのよ。もうちょっと早めやったらなとか思いながら、まあ、ちっちゃい子はね。でももう高学年から中学生とかは起きてるからね。あ、でも中学生も見るんかな、トトロ。あ、見るよ、中学生も見る。見るよ。あ、そうなんや。なるほどな。ちゃんと見た。こういうお話なんなんかそういうの増えていくよね。増えていく。でもほら、なんかかまいたちのネタじゃないけど、あの全部見てない。千と千尋とかもちゃんと見てないし、もちろんあのパイレーツオブカリビアン、見てないし、で、あの何やったっけ、もちろんタイタニックの前半見てないし、僕はなんでもちろんやねなんか見てきたと思う。見てない。もう見られへんよね。もう見られへん。後半さっき見てもうたら前半なんかモチベーションないもんね。パニックムービーやと思ってたからね、僕は。だから今もうみんな DVD で見てはると思いますけど、まだあのタイタニックで出た時ビデオやから、あの上下巻やから、だから上、あの上巻の方がそのいろいろ出会いから何からなって、で下巻の方からあのぶち当たって、沈んでいくから、でやっぱそのなんかタワーリングインフェルノ的に下巻から見てしまったから、あ、パニックムービーやって思って関係性が全然分からへんかったけど、わ、これ大変やなと思って、でもそれ見てもてるからもう前半部分見えへんし、だ知らんねん、あのなんかあのようやってるやん、タイタニックとか言ってボケで船の先端とかでみんなやってるやん、 あのシーン知らんねん。一番手広げてこないして愛し合ってるとこやん。そう、もうあんなもん知りませんねん、恥ずかしながら一番の名シーンでやっぱりみんなあれを真似するからね。だからみんなが多分見てきたであろう作品っていうのもちゃんと見てないなと思って。いや、それはある、それはある、それはあるよ。あと何、パイレーツオブカリビアンじゃなくてスターウォーズは見たね。でもちゃんとスターウォーズ見たけど、まあ分かれへんね。
見たけど分からへん。いやだ、戻っていかなあかんし、なんかもう全然分からへん。チャーリーとチョコレート工場も見てないし。まあ言い出したら見てない方が多いわな、そら。まあそうやな、全然見てない方やわな、ちゃんと。うん、ちゃんと。でも見たら面白いっていうのはもう、分かってんねん。でももうどの作品もそうじゃないですか。まあそうやろな。見たら、面白い。ね。そうや。だから、うん、振り返れば奴がいる。うん、面白いなと思ったら、うんうん、あれは言うたら、白い巨塔のオマージュやったってなって、あ、白い巨塔あんねやと思って、ほんな白い巨塔見たらめちゃくちゃおもろかって、うんうん、でもこの白い巨塔ってまたさらに古い方の白い巨塔あんねやみたいな、うんうん、古い方の白い巨塔、あの何でしたっけ、タミヤ二郎、タミヤ二郎さんバージョンのがあるってなって、そんなんあんのみたいな。それ見たら、それもまた面白いっていう。すごい。子供の時にやってたぐらいね。そう、もうすごい。白い巨塔っていうのだけ覚えてんねんな。うん。いや、だからもうそんなんあるか、ね、いろいろフールやら、ネットフリックスやら、アマゾンやらってあって、そこでまあ見れるからええけど、もうその見てたらもう次間に合えへんもんね、もう。今の作品に間に合えへんというかさ。まあ、いっぱいいっぱいあるからな。そうやで。うん、もうだから1年半ぐらい前に、実は映画撮ってたんですよ。うん。で、ようやく公開になって、バイオレンスアクションっていう。うん。でもその映画、橋本環奈ちゃんが主役で、うん、やってるんですけど、うん、やっぱりもう若い人たち、なんですよ。あの、キャストの方々も。うん、もうほんで、僕なんかもう50過ぎてるじゃないですか。うん、ほんでやっぱね、気使ってすごい喋ってくれんねんけど、うん、現場でもやっぱ、あ、これは浮いてるなっていうのすごい分かった。うん、あ、おっさんなんや、俺、うん。なんかみんなキャッキャして、間で、喋ってんねんけど、うん、なんか、一人だけ、うん、現場に緊張してるわけ。うん、なんか、入っていかれへんな、みたいな。お話もなんか入っていかれへんなみたいな。まあ、でもそれ畑違いやからちゃう。まあそれもあるやろな。おっさんより前に。で、橋本環奈ちゃんなんかはこれもだから舞台挨拶とかでも言うてんけど、バラエティでは共演してるやんか。うん、でも本職のその女優さんっていうなんかを演じてるっていうのを見たことないやんか。うん、目の当たりにするとさ。うん、完全にこっち大負けしてんのよ。負け。負けっていうか、うん、すっごいお芝居するし、うん、なんか現場グイグイ引っ張っていくし、なんか、うん、スタッフさんともバーコミュニケーション取るし、監督と、いや、ここはこういう感じでやった方が、みたいなのをやってんのを見て、うん、あ、俺やっぱり、さっき言うたみたいに、お門違いや、と思って。まあまあね、そうだから違う畑。まあ、本職やからね、俳優さんは。いや、ほんまにだから、なんちゅうの、間もみんな、カップ麺とかわーっと置いてあって、うん、何食べますかとか言ってみんな、これ私キープしとこうとか言って、うん、言うてね、この次のシーン終わったらこれ食べようかな。うん、みんな何食べますとか言うてんねんけどさ、うん、おっさんもなかなか、あんまりな、この後食べたら、なんかワイヤーで釣られたら、ゲロ出てもしょうがないしな、みたいな。うんうん、なんかこうテンション下げてしまってるなとかさ、なんかえらい、うん、なんかみんな喋りかけてくれねえけど、うん、こうほら喋ってセリフ飛んだら嫌やと思うから、うん、ああそやねとか、余裕がないね、余裕ないね、ほんまに、うん、何やってんやろと、昔ほんまなんかだんだんほんま、この間宮川大輔とも話して、年いってくるとだんだんなんか緊張してきて、うん、そういう、違う現場行ったら、うん、わ、なんかもう、失敗しそうやとか、うん、なんかちゃんとせなっていう思いが出てもて。ね、だからそれでも元々のネガティブ思考があるからじゃないかな、うん、なんか失敗しても、あ、すいませんでは済まされへんような感じがしてきて、みんな笑ってくれへんやろな、NG 出したって、みたいな。ちゃんとやらなっていうのがどんどん空回りしてしまうねんなと思って。うん、だからやっぱほんますごかった。
こんな感じであれやわ、役者さんってみんなやっていくねんなと思ってさ、要するにここ困難したいんですけどとかさ、こういうことですよねとか言ってみんな言うねん。でそうやって作っていくねんやんか、うん、もう全然できへん、どうしますかって、どうしますって監督に全部聞く岡田さん、ここどうしましょうかね、どうしましょう、どうしたいですかって全部聞くから。いやでもバラエティやったら逆思われてるんじゃない、バラエティやって言うやん、あまあね、あここせえへんとか、あまあまあそれはね、そんなことなんやろな、うん、でもそういうのがもうよう言わんねん結局、うんうん、で舞台挨拶とかでもやっぱこう役者さんバーッと並んでる時にやっぱほんまに毎回そうやけど役者さんに引っ張られていってカッコつけたがるからね、うん、声のトーンもだんだん落としてて、いやそうですねすごく寒かったですよねとか、だからあすごく寒かったですよね現場とか言って、このトーンがどんどんこう役者の役者さんのトーンにわーって引っ張れ、飲まれんねん、飲まれんねん、飲まれてんねんな、そう結局なんかそうそう、うん、自分じゃなくなんねん、そうそうそう、生きてるとかじゃなくて飲まれてんねんわ、うん、そうやわ、多分、うん、だから失敗すんねん、そういうアカデミー賞とかそういう間違いなとこ行った時に、うん、結局なんか滑ったとか間違えたって言われるのは、うん、飲まれてんねん空気に、そうやと思う、そうだからそうやねん、うん、絶対そうやわ、うん、でもそうやってこうなんていうのかな、飲まれるような、現場に行って、うん、やっぱりこうほら、目の前でガクトさんに睨まれたりとかさずっと足組んでずっと睨まれたりとかさ、そういうことすると、そうなの、うん、やっぱりこっちが、うん、わーってこう舞い上がってしもて、なんかやろうとしてることもできへんし、うん、なんかわからんけどでもガクトさんもキレてる割には毎年なんか誕生日プレゼントくれるからくれる、また誕生日プレゼント来たと思って、うん、そうやで、うん、でもあの返したことないね一回もどこに返したらいいか分からへんから一回も返してない、でおたら絶対言われるし、いつもね、あの誕生日プレゼントは渡してるけど絶対返さないよねって言われる、めちゃくちゃ怖いでしょ会社に返したらいいんじゃない、事務所に、うん、でももう事務所に来るやん、うん、でももう事務所に返したらいいんじゃない、でもそこはもう目つむってんねん学生さんの場合はそのほうがおもろい、いつか胸ぐらつかまれたろうくあて睨んでくる、いや俺も返したことないけどな、毎年ないやろ、なんかないよ、うん、ないよ、そうやね、だからもうここまで行ったらもうあの、あの返さんでもええかな思って例えば睨まれたこともないし、俺はだからもうアカデミー賞でずーっと足組んで目の前に睨まれてたずっとそもそもほらね、このラジオ、うん、で挨拶行った時に、うん、なんかすごい邪険に扱われて、うん、殺してやろうかと思ったって言われて以来あんまり近づかんようにしてるからもうないんじゃないそれは、いやまだ分からんで、なんか握手とかしたらめちゃくちゃ握ってくるし、ほんでえっってなるんだ、学徒流コミュニケーションですよ、だからそうなのかな、うん、なんかちょっと声かけたりしたくがってにらみつくるし、かっこ岡村隆史用や でそうなんかな、それでも学徒流やと思うわ、そうやったやねんけど、ちょっとなんか言うたらうっせえなこんなやろみたいなことちっちゃい声で言うしお久しぶりですって向こう手出すから手出したらグー握ってくるしってなって、でも何も言い返されへんから、ございます、ちょっとユーモアじゃない、そうなんかな、うん、ちょっとなんかいつも演出とかでほらか、あのかっこいい感じで出てくるやんか、うんうん、なんかこうガクト様で、そう出てくるから、でちょっとなんか絨毯とかで足パーンって引っかかってるなと思って、うん、ちょっとあれですよね、足、うん、あの、こけかけてましたよね、とか言ったら、ぐわ、睨まれてる。何？何だって？っていう。いつか俺、胸ぐらつかまれたろうと思って。つかまれへんと思うけどな。やってはいるんですけどね。まあまあ、怖いなというふうに思いながらですけれども。まあ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 、そう。よくよく考えたら、やっぱ飲まれてるっていうのが正解やな。いや、そうやと思うで。確かにそれは、うん、そういうもうちょっと飲まれへん堂々とした感じでいけたらええなっていうふうに思いますけどね。すいません、お邪魔してます。
ぐらいでおったらいいんじゃない。俺ももう負けんと、俳優さんと同じレベルでやらないと、とか思ったらもうちょっとほら、飲まれるやん、空気に。で、ほら、なんか、わからんやん、そういう、所作みたいなもん。舞台挨拶とかの所作とかも。でも分からん。壇上にこう、バーって上がっていくときにさ、分からん。バーって、キャストの皆様ですって、バーって拍手し合ったときに、お客さんが見えた瞬間にこう挨拶しはる人と、うん、そのまま壇上に上がっていって挨拶したる、うん、しはる人と、で帰っていく時にまだ出る時に一礼しはる人とか、うん、そういうの分かれへんや、うん、だもう全部横目でさ、チラチラ見ながらさ、あんなカメラで見られとったらもう恥ずかしい、映されとったら恥ずかしいんだよ。いやで、いいんじゃない、歩きながら挨拶しても正解ないんじゃない。ないね、ないけど、うん、で壇上にバーって並ぶやんか、うん、並んだら誰かがやっぱこうパッと頭下げんのよ、うん、で俺2列目やったからまだよかったんけど、うん、あれが前列やったらそれ分かれへんや、横でチラチラ見とかなあかんから、うん、感じとかなあかんや、他のキャストの、まあまあね、2列目やってよかったなと思って、うん、ほんでバーって並んだ瞬間に誰かやねん、誰かがパッと頭下げかけたん、うん、ほんな一斉にみんなバーって頭下げるから、うん、ほーっともうずーっと前の斜め前にいる橋本環奈ちゃんずーっと見てて、うん、頭上げるタイミングとか、うん、ずーっと頭下げて、うん、でもこれちょっと髪の毛薄いのもバレるやろな、ちょっと長なるな、あんま考えて結構長いね、この頭下げんの、うん、で橋本環奈ちゃんが上げたタイミングで俺もガッと上げて帰りもどうすんのかな、拍手するのか頭下げんのか分からへんけど、みんな出ていく時の出口でお客様に向かって一礼すんねん。俺もそれはもう後半でよかったなーって、全く真似してこうやって頭下げて帰っていくっていう、ああいう所作もちゃんと覚えとかなあかん。何が正解、どうする、まあ、じゃあ神社とかお寺行った時はもう、うん、どうしてんの、二礼二拍手一例とかあるやん。あ、だからそれめっちゃ見てるで。そのトップバッターとか絶対いけへんもん。二例、二拍手、一例やとか。そういうのはちゃんと見てる。なんかそう、もう同じやな。それと同じレベルや。そう、それと同じ。え、どうすんのやろみたいな。うん。そういうの怖いやろ、間違ったりしたら。らちゃんと見てから二回、あ、二例。まあ、所作の正解があったらな。そうそうそう。それはちゃんと間違えないように見なあかんけど、うん、舞台挨拶とかのマニュアルってちょっとな、うん、はっきりしたもんがないやん。頭下げた時もすっごい右左見てるからね。みんなどうしてんねやろとか思って息って軽く頭下げてみたり深く下げてみたりとかいろいろ試しながらやってますけど、うんうん、いやほんまにでもすごかったなと思って、もしよかったらね、バイオレンスアクションもね劇場で見ていただけたらなというふうに思いますけども、ナイティナインのオールナイトニッポン、この番組はエアウィーヴ、ガチャガチャの森、三井住友海上、ベラジョン無料版、日本外資、井出光興産、高須クリニック、栗本鉄工所、ワンカップ大関、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。さあ今言ってました、はい、先週公開になったんですね、はい、岡村さんも出演している映画バイオレンスアクションの主題歌です、アレキサンドロスでクラッシュ。さあそれではここで来週9月1日にお送りするスペシャルウィークのお知らせ、ゲスト決まっております、お願いします。カリスマボイストレーナーロバート秋山。さあまたね秋山先生が来ていただけるということで、はい、カリスマボイストレーナーことロバートの秋山隆二先生が生登場です。ナイナイ歌謡祭前に歌の歌い方を徹底的に教えてくれると。そうです、まあカリスマですから、はい、何聞いても歌のことなら何でも教えていただけるんで、どんどんの質問であったりとか、うん、そういうのをぶつけたら全部教えてくれますから、うん、歌詞がわからんとか、ここなんて言ってるんですかとか、この入り口がちょっと合わないんですけどどうやって合わせたらいいですかとか、何でも結構ですので、まあ、ボイストレーナーですからね、はい、まあ一応いつも今日何したらいいんですかねって聞きはるんですけどいやもう自由でお願いします
って言って、まあ、ラジオなんで皆さんね、あの秋山先生の目がね見れないのは残念ですけども、ギョロギョロギョロってすごいですね、ガガガガって動いて、見つけたっていう感じの時のこの決まった瞬間の秋山先生、本当にすごいなって、本当にカリスマというか天才なんだって思う瞬間が、あのすごいあるんで、何聞いても返ってくるんでね。そうです、最終的には、はい、あとはまあどんな格好で来はんのか、何かを持って来はんのか、それは分からないですけど、なんかいつもなんかちっちゃいマスクつけてきたり、なんかいきなりステーキのね、なんかあのやつ、マウスシールドですか、ああいうのつけてきたり、なんか昔はなんかようわからん、なんか変な意思もらいましたね。あれまだ家にあるな、なんか。あれ何やったっけな。なんで意思持ってきてくれたのかちょっとわからないんですけど。とにかくまああの、歌のことならもう何でも、どんなことでも何でも、あれ何でしたっけ、これ何でしたっけ、何でも解決してくれます。そうですね。ええ、さあ、来週はね、カリスマボイストレーナーのロバート秋山先生の質問を、どんどん送ってください、はい、指番号 100-8439 日本放送99のオールナイトニッポン、秋山先生に質問の係まで、メールは懸命に秋山先生に質問と入れた上で nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com までお願いします、はい、ちなみに通常コーナーもやる予定なので、職員の皆さんネタはがきもよろしくお願いします、はい、来週は絶対に聞くように、はい、そしてさらにですね、噂の秋山先生も登場するあのイベントに関するお知らせです。オールナイトニッポン55周年記念、ナイティナイのオールナイトニッポン歌謡祭新情報。さあ、またまた、まだ皆さんに言ってない情報をちょっとあの発表する運びとなりました。ね、皆さんお楽しみにされてると思います。今日はちょっと衝撃的な内容かも分かりません。さあ、それでは今週の新情報とは、チャック三浦交渉決裂大変申し訳ございません。残念ですね。菓子折り持って行ったり、いろいろしながら、水面下で交渉をつつ、進めて悪いことした時みたいですね。菓子折り持って、はい、進めてなだめたり、おだてたりしたんですけれども、そうね、まあ、本人も何がダメだったんでしょうね。あの、何でしょう、嫌われてる、または笑われてる、笑かしてる、よくね、やっぱりそのなんかあるんでしょうね。もうちょっと三浦氏も年齢を重ねたら、いや、そうか、別にええやないかと、笑われてたって別に笑ってくれるんならそれええやないかっていうふうに思ってくれるとは思うんですが、まあ、いかんせんちょっと若かったのと、急にやっぱりチャックが開いてて本番でいじられてしまったっていう悲しみであったり憎しみであったり切なさであったり愛しさであったり、そんな愛しさないやろ、いろんな感情が、ここに愛しさないやろ、いろんな感情が入り混じってしまって、いや無理だということになってしまいまして、こっちが思っているより繊細な方なんですね。いや、そうなんですよね。一度も首を縦に振らなかったという、ことは聞いてます、残念です。今日もだから実はね、いらっしゃってないですね。へそを曲げたのか、やってられへんと思ったのか、来ないんですよ、ラジオに今日はだからまたちょっと緊張してね、こういつも AD をやってくれてる菊田君が座ってね、何かあったらもう菊田さんですよね、もうなん いつも、うん、なんか腕毛剃っては休みちょっと体重減らしては休み、チャック壊れたら休み、
T シャツから乳首映ったら休みっていうことで、なんかあったらすぐ菊田さんにお願いしますって言って、さっきズームで聞いたらめちゃくちゃ一番誰よりもでかい声で喋って元気だったね。なんで来れないんだと、なんで交渉が決裂したんだと思いますけど、まあそうか。だからやっぱりキング三浦からチャック三浦になったあの辺からですよ。やっぱりキングってすごい気に入ってはったんですよ。上の人ですからね。王様やもん、うん。今日もなんか軽い胃腸炎やって言って嘘ついてるみたいなんですけどそれにしたら下手くそですよね、仮病が。だってもうチャック三浦、胃腸炎三浦では弱いじゃないですか。もうチャック三浦ってなってる、まあ、チャック、そ、まあまあそうね、チャック三浦いいですけどね、うん、キング三浦より似合ってると思いますけどね、うん、チャック三浦。今日もなんかズームですか、あれ会議してたらしいですけど、ジャルジャルのネタじゃないですけど、なんか横になって撮ってたらしいですけど、ね、寝て、こう上からああそう、なんかか、あれ俺ら見てなかったな、うん、それ胃腸炎やからあれなのかな、顔がちょっとあのね、むくんだりしてんのかなと思ったら、まあ、横になってあ、ごめんって、そこだけちょっとあの先週のと一緒になってるから変えようかみたいな、うん、そこだけ訂正してほしい、ほんまに胃腸炎なんちゃうほんまに胃腸炎やから下手したら点滴してるかもしれんし、いや、わかんないです。そこまではない。旅行行ってんちゃうかっていう噂もありますあ、胃腸炎が嘘で、はい、旅行が好きで、もうほぼほぼ日本全国行ってるみたいで。あ、そんなに、うん、鳥取意外と沖縄行ってないみたいな。今沖縄行ってんじゃないですか、もしかしたら。うーん、うん、なんかわかんないですけど、そう思ったらなんかお土産です言ってなんかくれはるじゃないですか、お菓子なんかくれる、はい、しかも開けたやつ、うん、開けてなんか包んであるやつ一個くれたり、一個一個ね、うん、別になんか嫌味打てるじゃないですよ、ないのよね、嫌味打てるわけじゃないんですけど、うん、なんか開けて一個くれはったりとかするなぁと思って、うん、うん、田舎帰ってましたとか言って、うん、なんかくれはったりするじゃないですか。もう今ラジオ切ったと思いますけどね。まあ今のはショックでしょう。良かれと思ってお土産買ってきてんのに一個しかくれへん言うてパーソナリティに文句言われてるんですからそら切りますよ。でも分かんないです、ほんまに。だからあのチャック三浦を見たというメールもね今日いただけたら、え、見ましたよ今日どこそこで、ええ、全国ね36局ネットですからどっか旅してる可能性ありますから、はい、お遍路してありました。目撃情報あったらもう大変じゃない？はい、いやもうだから、ずる休みや、はい、あの、ちくりメール、休んでるとは言うてますけども、見ましたと。チャック三浦見ました、うん。こんなんしてました、あんなんしてましたってありましたら、うん、メール送ってきてください。うん、nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com まで、うん。あったらね。あったらですよね。はい。お願いいたします。さあ、それとね、もう一個ね。はい。ちょっとメールが来たんですよね、うん、ナイナのお二人さん、スタッフの皆さん、先日の放送ではお世話になりました。リスナーの皆さんこんばんは、武田真嗣です。あ、報じられている通り僕は右足のかかとを骨折してしまいました。オールナイトニッポン歌謡祭の前説に間に合うように完治を目指します。どうぞよろしくお願いします。いやもう安静にしといてくださいよ。ラジオネームリアルシンディこと武田真嗣。いやだからいやいや、もうこれは早く直して、ね、そうそうそう、あのもう歌謡祭のことは気にせずにねあのもう全然あの直してくださいよ。ほんとほんと、うん、やっぱり、うん、響くでしょ、ラッパ吹いたらかかとにまでバーンって。いやまあまあ立つことが多分ね、うん、今は困難でしょうから。そうなんですよ。だから武田君から LINE 来まして、うん、リアル心理っていうのでメール送りますので読んでくださいみたいな
サプライズでも何でもない。だから偽物や思われたらあかんからと思ったのか。まあそれされたらスルーできへんな。まあそうですね。じゃあまあ死んでもちょっとはしゃいだりするところありますからね。うん、頑張り屋さんでもありますから、ちょっとまあゲームで、また土曜8時でしょ番組が。ああ、そう。土曜8時の番組やったから、まあ、見せたろう思ってやったところ追っちゃったんですよね。まあ、歌謡祭のことは気にせずに本当に死んで、うん。うん。気にしなくていいですか？そうそうそう。もう時間的にも測ったらもういっぱいいっぱいだから。うん。出るとこもないから。ね、あんまり押してもダメですし。早く直してください。そうなんですよ。ラッパーってほら、ちょっとね、こう、アドリブでバーって吹き出したりすることがあるんでね、うん、それで長なってもあれですから。うん。うん、あと、俺にはなかったな、メール。だけだよ。うん。ないでしょうね。なかったな。呼んだけどな。送られてない俺が呼んだけどな。俺にはなかったな。痛かったんでしょう。もう私にも、メール打つだけでも。早く直してください。早く直してください。まずは、そう、直すこと優先ですよ。そうですね。はい。はい。さあ、ということで、近いうちね、皆さん、本当の新情報、はい、飛び出しますんで、楽しみにしておいてください。はい。そして来週ですが、深夜1時の番組スタートと同時に歌謡祭のチケットのピア先行受付がスタートします。はい。チケット料金は税込み8200円。今回も先着方式で受け付けます。はい。来週のゲスト、秋山先生ももちろん登場します。歌謡祭でどんなパフォーマンスを披露してくれるのか、気になる方はぜひ会場で確かめてください。はい。なお、チケットの購入方法は、ないない歌謡祭の公式サイトか、番組ツイッターをご覧ください。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。ナイティナインのオールナイトニッポン。ナイティナインのオールナイトニッポンでは、あなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com です。ツイッターはハッシュタグ 99ANN をつけてツイートしてください。99はカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。今夜はおじさんたちと一緒にわちゃわちゃしよう。99のオールナイトニッポン。中野でボンジョビ盆踊り大会今年も開催。一点ナイティナインのオールナイトニッポン。やばいっすね。ん？目撃情報めっちゃ来てます。やっぱサボってたんかな。この時点でやばいですよね。三浦氏は。バレちゃいます。これね。生放送ですから。まあ、そうですね。もう。ラジオネームチョピン。チャク三浦見ました。わあ。ちょっと怒った表情で、コンビニでたくさんのアメリカンドッグを買っていました。その後店を出て思い出したかのようにコーラを買いに店に戻っていました。その時もフランクフルトを買っていました。これやばいでしょ。ちょっと、まあ、ストレスも溜まったのかな。ドカ食いモードに入ったかもしれないですね、うん、コーラ買い忘れてコーラだけでいいのに、うん、やっぱり我慢できなくてフランクフルトも買ってしまってるんですよね。そこで迷ったんでしょ。アメリカンドッグなのか、うん、フランクフルトなのか迷って、問題こっちもこうとこうかみたいなことなのかも、ね、もはや1兆円嘘ですよね。まあまあそうですよね。こんな食べられへんもん。いやーそうですか。ちょっと悲しいですね。まあでも腹は減るんでしょう。やっぱり。まあね、しょうがないけど、ね。致し方ないですよ、そこは。ラジオネーム。エンプを。ジャク三浦見ました。ストレス発散のためか、バッティングセンターにいたんですが、うん110キロに思いっきり空振りしていました。ああ。尻餅とかつくんかな。まあ、ドカベンタイプですからね。体型がね。ドカベン、ドカベンタイプの岩木打ちというか、ドカベンやのに、そうなの。そうそうそう。いわきみたいに、悪球打ちというか、ストライクよう打たへんみたいな。自分でこう、
顔をバー振って悪送球っぽい球にして打つっていうね、うん、そういう打ち方しちゃう。野球できんのかな。三浦市ってなんかスポーツしてたんですかね。その辺の情報、うん、水泳や、うん、水泳やってたんですよ。自由形言ってましたね。それで自由形が好きって、自由が好きって言ってました。でもまあだから一人で旅出んのは自由やもん、ね、そうそう、だから誰かと行動するよりも一人で旅した方が多分あの楽ちんでいいんじゃないですか。だからやっぱあの T シャツで乳首透けたりするのはそんな本人もう慣れっこというか、だって裸で泳いでても自由に、うん、そうですよ、自由型が自由になってるけども。でもいつ頃からか胸毛が生え出してプールに入るのをやめてしまったんですね、彼は。思春期かな。だからこの胸毛を T 字で剃って、うん、でまあ言うたらそれで水泳もやめてしまったのか。いや、やめてしまったんですよ。その胸毛で子供の時はそんな、まさかそんなに生えてくるなんて思わないじゃないですか。年いくにつれてあれなんか変わってくるから、生えてきたっていう、うん、ジェームス・ボンド周りにバーッとこう生えてきたので、うん、って言うてた。いや、言うてないですけど、でもそうなんですよ、多分。やめてしまったのは。そうなの、はい、胸毛生えてきたから、水泳やめたの。やめたんですよ。三浦氏は。で、あの、自分でそれで、夜な夜な、こう、あの、T 字で剃るようになって、うん、でもそれは剃るほどなんか、うわ、濃いくなってきてるみたいな。うん、怖いってなって。うんうん、でも剃らないとあかんし。うん、でも胸毛恥ずかしい。恥ずかしいっていうか、うん。うん、でもそれで助かってることもあったのに、うん、最近はもう全部その胸毛剃って、うん、その、まあ言うたらこう乳首の周りまで、うん、すごい繊細に剃ってもうたから、うん、だから全部 T シャツにピチティみたいに乳首がポンって出てしまったんですよ、うん、毛がなくなった。そうね、胸毛がこうふわっと T シャツさせてくれてたから、毛がね、毛があることで、胸毛があることで、うん、T シャツをこう押し上げてたんですよ。うんうん、毛がなくなったことでそのポンと、うん、あの体にくっついてしまった、うん、ここにありますよ乳首っていうのを見せて歩くようになったって言うてた、うん、ほんで見られるようになった。いやいや、うん、もう日本放送来たくない、うん、菊田君頼む、うん、みたいなことになってきた、うん、って言うてた。知らん、多分。でもそう、お前喋ったこと全部知らんの。知らん、でもそうなんじゃないかって僕は思ってる。うん、そうか、水泳やってたもん今、うん、初めて知ったな。想像して、自由形を、三浦さんのチャック三浦の自由形。さすがにやった頃はもうちょいこう絞れてたんかな、さすがにやってる頃。でもね、やっぱりそれなりに水泳ってやっぱ体力使いますから、やっぱりフランクフルトとかアメリカンドッグやっぱがっつり食べて、うん、それでも消費してしまうぐらいですから。食べてたら目撃今やからな。でもうん、泳いでるかもわからへんからね。泳いでんの泳いでんの今。わからんけども。でも水泳やってたら毛薄くなるっていうよね、うん、でもあれはね、本当のこと言うと、そのアスリートの方は1分1秒でもちょっとこう秒を縮めるために体毛剃るんですよ。陸上選手もそうやもんね。体毛剃る、あ、それはいいんだって三浦氏も思ったと思うんですよね。うん、うん、でまたプールに戻れる、うん、と思ったんですけど、うん、なかなか、うん、プツプツになってましたから。また生えてくるし、はい、手がプツプツになってましたからね。毛穴がな、皮膚痛めてんねんな、はい、そうなんですよね、うんうん、これなんとかピアノもやってた、見てください。もうすごい、子供、子供がこうね、生まれて習い事する上位やん。なんならもう英才教育を受けていたと言っても過言ではない。あ、お坊ちゃん。ピアノに水泳にっていう。お盆、もうお盆ぼんやわ。三浦氏って、うん。博士太郎っぽいっていうか。博士太郎。うん。ぽい。博士太郎風ぽいな。そういうような環境で、うん、育ってきたんじゃないかなって思う。
分からへんよ、その子供の頃とかそれは分からへんけど、うん、まあ葉加瀬太郎さんももうピアノでしょ、あピアノじゃないわ、バイオリン、ピアノもやってはったんじゃない、でもまあやってるやろね、楽器にはもう慣れ親しんでる方でしょうから、うん、うん、すごいんだと思いますよ、革靴が好きなんよね、まあそうや、飲みながら革靴見てんのよね、うん、趣味が、でも釣りも好きで、釣り岡でしょうのね、 YouTube の方とコラボしたりとか、うん、用してはりますから。で、葉加瀬太郎さんの 話じゃないわ。あ、葉加瀬太郎さんの話じゃない、今。でも葉加瀬太郎さんはこのコンサートでバイオリン弾くじゃないですか。だからあんまりこの、あの、針とかをね、あの、触って指とか傷つけたらあかんから、必ずその、お付きの方というか、釣りは好きなんですけど、触ってもし何かあったら、まあ針がね、魚釣って魚にちょっとこう、あの、なんちゅうの、トゲが刺さったりしたらダメやから、うん、魚はそういうちゃんと取る方がおられるんですよ。餌つけたりとか。葉加瀬太郎さんは。違う人に取ってもらう、うん。三浦氏は三浦氏はちょっとわかんないです。ピアノ、でもピアノ、歌謡祭向きなんですけどね、ピアノとか弾いてくれはんやったら。ちょっと、いやほんまかっこええやろね。かっこええよ。やっぱりギャップあるほどピアノ弾ける男性って、うん、わっと思うもんね、うん、弾けそうな人より、いやそうよ、海パンでピアノ弾いてほしいよね、魅力満載。ピアノでオファーした、いやいや知らんなんで、今日までピアノやってるってこと知らなかったから。そうか、こうもう一回ありかもね、うん、ピアノでオファーしてみる。でももしピアノが嫌やって言うんやったら、25メートルプールを通う横浜アリーナにぶち込んで、お金かかりますけど、それの価値あるんちゃうかな。25メートルプール。まあ、歌謡祭ではなくなるけど。花道の代わりにわーっと、プールがあって。あと、価値もない。綺麗な自由形。あんのか。吉田沙保里、お寺で白鵬に会う。39点ナイティナイのオールナイトニッポン、ナイナイタイムライン。はい、ペンネームスイスイス、カラオケのビッグエコーでは、期間と店舗限定で歌うだけで、ELT 持田香織さんの声になれる専用マイク、なりきりフューチャリング持田香織を設置しました。え、何それ。男性でも付属のオクターブスイッチで自動的にワンオクターブ上の歌声に切り替えることができる。性別や年代を問わず楽しむことができるそうです。いつか旅猿の旅の途中で持田さんとこのマイクを使ってオール持田で歌ってみてはいかがでしょう。すごい、持田さんの声になんねや。そう、なりきりやから。すごいや。面白い。オクターブ上の歌声に切り替えることできる、うん、男性でも。なんかでもそういうのあったよね、こう男性でも女性の声に変えれるやつとかあったもんね、うん、一時ちょっとあったもんな。あのでもカラオケ自体行ってないしな、全然。これでもすごいな、うん、で普通に歌っててワンオクターブ上になんねや。耳どうなんねやろな、聞いてる方、歌いながら。まあそうやな、うん、でもそんなん導入したらどんどん歌謡祭もなんか普通にちゃ歌えんのにな、いろいろな。そうやな、あと女性の声になれんにやったら面白かったりもするやろし。そうやな、うん、でもほんまにカラオケ自体あんま行ってないわ、ほんま。そうね、行かなくなったね。行かなくなった、うん、行ったらだからそんなんなってんやろな、女な。まあビッグエコーでは期間、ビッグエコーね、あ期間限定で、そうこういうのもやってると。へえ、うん、またでも歌謡祭近づいてきたら、またあそこのね、日本一高いカラオケボックスで気合わせせなあかんからね。あれもったいないな、もっとなんとかなれんのかな。日本一高いカラオケボックスやんの。そう、あのそこ、うん、何もやったっけ、1時間おっ
ってウーロン茶頼んだだけでものすごいかっか、うん、ね、払うんですよね。うん、なんかちょっとしか歌わへんからパッて帰ろうとしたら、あの食い逃げみたいに言われて、ちょっとお客様って言われて、うん、お会計終わってますかみたいな、あ、いや、まだ残って、あの、いてるんで、ちょっと怖かったわ飛び出し機電からスタッフの人、まあ、残ってるの知らんかったもう知らんかったんやろうけど、うん、うん、あそこでまだちょっとチェックせなそうだ、そう、練習するにはカラオケボックスしかないからね、そう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 、うん、そうなのよね。まあ、ただね、武田君のおうちになんか防音システムみたいなのあるっていうから、そこ使ってもいいけどね。うん、でもまあそこ使ったら、まあまたそうか、出してくれって言うしな、そう、交換条件が出てくるから、ややこしいな、そこはまあちょっと最悪の最悪っていうことで考えとかな、うん、ややこしいな、うん、うん、もう一枚、岩手県、逃げるは恥だが役に釣る、幕張メッセで開催されたアソモビ2022幕張で、電動バイクや電動キックボードといった小型の電動モビリティの展示試乗会があり、中でも注目を集めていたのが電動トゥクトゥクのジンマでした。これすごい、これ。ああ。3人まで乗ることができ、最高速度45キロ。バイクのような見た目をしていますが、三輪のためヘルメット不要、普通免許で乗ることができる。ハイモデルでも100万円程度でしたので、トゥクトゥク乗ってる顔の岡村さんには絶対フィットすると思います。新大久保の細い路地で立ち往生するような心配もなくなると思います。トゥクトゥク、あれ、千原誠二さん乗ってはるよね。あ、そうなんや。そうそうそう。登録したら全然乗れるらしいの、トゥクトゥク。うん、それでだから、スイさん乗ってはるわ、トクトク。まあそう、ヘルメットいらねんな、一応屋根あって。え、幕張メッセでやってた、幕張メッセじゃなくて、幕張メッセでやってた、幕張メッセ、そうそうそう、いつ、最近、最近やろな、ライブスタンドの時ちゃうよな、まさか。だから2022やが、まあまあ、でもほんま最近の話やんな。うん、ライブスタンドの時恥ずかしかったわ、幕張メッセの有料駐車場にバーン入れて、うん、吉本です何がですか言われて何がですかってなんやろな。いや、そこ吉本です、何、だから、何がですか、有料、有、あの、なんちゅうの、サマソニー、サマーソニックかなんかもやってたらしくて、うん、だそれを見に来た人も止める大きな駐車場やってん、うん、で、なんかなんか駐車場に来いって紙渡されてたから、うん、自分の車で行っててんけど、うん、で行ってなんかバーッと入ったら、うん、吉本ですけど何ですかだからってあ、いや、あのイベント、え、吉本さん、うん、って言われて、うん、あれと思って、俺なんかちゃうのかなと思って、うん、あの幕張メッセ、あの、あっちのこうベコーンってへっこんだ屋根見えるでしょって、うん、あっち側ですけどねって言われて、うん、ほんな間違ったかもわかんないですって、うん、あっちやから、あの、で、関係者の方にもう一回言うてください言って、うん、うん、でもう一人その先行ったとこの関係者みたいな人に、なんか間違えて入ったみたいなんですけど、うん、って言って、でももうこれも、あの、とにかく入ってしまったんでお金も発生しますけどね、発生するんですか、出る時にまだ吉本ですけどって言ったら、あ、吉本さんって言われて、間違って入ってたんでしょって言われて、はい、間違って入ってきました、でも料金全然いいんで、あの、へこんでる屋根の方行ってくださいって言われて長嶋一茂さんは今日もお休みです。56点ナイティナインのオールナイトニッポン、ちょっといっぱい来てますよ、チャック三浦情報が。ああ、見つかってますか。逃亡中やね、ほしたらね、もう逃亡中やねこれ一枚いきましょうか。ラジオネーム、ずっと春休みでいいのに。チャック三浦見ました。一人で鴨川の土手でカップルとカップルの間がが並んでいる間に座ってコーヒーを飲んでいました。うわ、邪魔やなそこは。なあ、そこカップルだけやから、そこはね、2時ちょっとね、場所開けてほしいっすよね。うん、うん、
嫌味っぽく。みんな三浦氏見たことあんのかな。まああるんでしょう。しっくりくるねんな全部。ラジオネームルーキー。着三浦羽田空港で見ました。俺第一ターミナルに行かないといけないのに第二ターミナルに行ってしまい泣きそうでした。僕がバスありますよ間に合いますよと言うと僕を押しのけて走っていきました。その30分後とぼとぼと羽田空港近くの足湯付近を歩いていたので飛行機に間に合わなかったのだと思います。まあ第一と第二間違えたらもうちょっと厳しいですよね。それはこれはもう大変。いやいやいや時間がだいぶね。どこ行こうと思ってたんですかね。沖縄でも行ったことない。沖縄でも行こうとしてたんですかね。かわいそうやね。そうやね。あ、ラジオネーム聞いた。ナルト海峡で泳いでいるチャック三浦見ました。あかんで。ナルトの渦潮に巻き、飲み込まれそうになりながらもシンクロ泳ぎでかわしていました。陸に上がった時キムタクみたいに髪をかき上げて、次はホルムズ海峡だなと小さな声で言っていましたが、足はガクガクしていました。いやでもすごいな。それぐらいやっぱ泳げるっていうことや。さすがやな。長いことやってたんやろな、水泳自体もね。さすがやと思う。普通飲まれるからね。うん。うん、普通でもだからしっかり習ってたんやろな。そのなんか、自由形っていうところがすごいもんね。なんか別にまあ水泳やってましたって言っても別になんか、自ら種目言わないじゃないですか。自由形ですとか、自由形の選手ですとか。何泳ぎは聞かれてからやもんな。そうそうそう。得意な、得意な何ですかとか聞かれた、その、ま、あの、平泳ぎとか、言うかもわからへんけど、自由形って一番もだって、あれやんか。かっこええと思うやんか。まあまあ、そうやわな、まあまあ、ね。そうやね。それを自由形ってすごい言うっていうことは、よっぽど自信あんねん。そこ捕まえる。でもやっぱり見てみたいじゃないですか。こう深夜1時とかでも空いてるプールってないんですかね。なんかスペシャルウィークとか、チャック三浦の深夜スイミング、深夜のスイミングスクールみたいな。スペシャルウィークどうですか、もう変わってく、まだまたニックネーム変わってくるよね。見たくないですか。でも自由形、いや見たいよ見たいよ。めっちゃおもろいやろな。いやいやめっちゃおもろいやろな。それは想像力をねかき立てるというか、バッシャー飛び込んでバッシャー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 言ってどれぐらいで25メートル泳げんのか、50メートルでどんなターンするのか。自由形の場合、やっぱりね、こう、なんで、くるっと一回でしてカーンって蹴るやつでしょ。そうそうそう。うん。クイックターンね。クイックターン。うん、それをしはんねん。クイックターン普通でしょ。うん、できんねん。三浦氏からしたら。あ、そうですね。三浦氏の情報をいただいた方、これほんまに三浦さんだっていう方には三浦いいことしてる情報これはなるほど、はい、これでも一枚あなるほどって思ったのがあって、ラジオネームうるる。三浦氏は多彩なんですね。うん、チャックを開けっぱなしにしたり腕毛を剃って自慢したりと抜けてる人なのかなと思っていましたが、ちょっとギャップにやられています。音を楽しむと書いて音楽はピアノをやっていたから出てきた言葉なんでしょうね。なるほど。ほんまや。すごいね。決して浅く表現した言葉ではなかったんやわ彼は。やってたんだ。そう。だからちゃんと音楽家であり、スイマーであったっていうことなんですよね。三浦さんは。わかります。そしてディレクターだった。だったじゃない、ディレクターなんですけど、まあ、ね、まあ、ね、はい、うん、来週帰ってきてくれはったらいいですけど、そうですね、素敵な情報をいただいた方には三浦さんのメガネを差し上げますので、あ、メガネ入れ、あ、メガネはダメって言ってたんでしたっけ、あ、予備のメガネなら大丈夫、予備の三浦さんのメガネとメガネケース2名ですね、上位2名、メガネとメガネケース分けんねや、そうですね。
そうなんや。メガネ。視力どれぐらいだったんですかね、三浦さんは。結構、わからない。あまり、いや、そうやろ。そうね。必ずメガネ。メガネはかけてありますもんね。でももしかしたら伊達かもわからへんしね。どんどんわからんなってきたわ。いやー、伊達、まあわからへんけどな。まあさすがに伊達はないでしょ。まあだから、まだ。必要ないじゃないですか。まだちょっとわからないと、三浦さんのことわからないんで、メガネかけてらっしゃいます。うん。で、靴はちょっと派手めの靴履く傾向が多いですね。はい。まあそうかな。そして緑っぽい T シャツであったり、ポロシャツが多かったりしますね。うん。スヌーピーを身につけている。あ、そう。スヌーピー好きなの。スヌーピー好きなの？スヌーピーつけてます？あ、スマホケース、T シャツ、バッグに、どっかしらにスヌーピー。へぇー。はい。どんな情報でもいいんで、スヌーピー。聞いてみてください。スヌーピーつけてはる方に、三浦さんですかって。はい。三浦ですっていう可能性もありますから。かわいいからかな。かわいいから好きなんかな。ちょっとスヌーピーっぽいですもんね。三浦さんも。どっちかっていうと。思ったことない。あ、そう、俺はもうなんかスヌーピーっぽいとは、うん、そうか、あまり皆さん見たことないかもわかんないですけど、メガネ取ったりすると、うん、目は石原裕次郎さんみたいな目してらっしゃいますよね。へえ、あ、俺も見たことないかも、メガネ取った顔、はい、ほんまや。たまにこうメガネパッて取って、こうなんかグッとこう目根元押さえたりとかする時のよく、太陽に惚れの時の、この、こうなんちゅうの、サッシを、うん、ブラインドをザッと上げる時の顔と、に、一瞬リンクする時があるんで、こう、かっこええなって思う時あるんですよ。三浦さんが、わ、裕次郎さんやって思う時もあるので。すごい。でも、あ、違うわ、スヌーピーやわって思ったりする。ゆうたろうがやるあの目かな。うん、でもそれは、三浦さんは全然意識してないんですよ。目がちょっと疲れたから、くっとメガネ外しあった時の、っていう顔が。はい。お、びっくりした。ポスター落ちた。怒ってますよ。今度はもう心霊現象が、ラジオに、我々のブースにもうなんかすごい念を、送ってはるんだと。いつまで僕の話をするんだ。やめろっていう念が、生き量となって、今、壁の、何ですか、ポスターをザーンと落としました。怖いです。皆さん大丈夫ですか？ね、イルカさんのポスターがね、今、落ちてきましたよ。なんてことするんですか？すごいな。チャック・ミューらしい。あ、でも、実際、ちょっと前に片方、カサンって落ちてんのよね。でもそれ、そこの辺でやめとけっていう合図やったんでしょうか。これは、えらいことになりましたね。すいません、本当に。いや、怖い。念を送ってきました、とうとう。もう俺を追うなと。いや、もう聞いてて我慢できなかったんでしょうね。えいっつって、バサッて言うか落としましたよ。いや、こっちゃ。今度はもう次は日本放送さんのね、アナウンサーの方のカレンダーがガサッ落ちそうですね。それ落ちたらもう今度はユーミンさんですからね。ユーミンさんの We Love Radio っていうね、ポスターも貼ってあるんで、それを落としかねないということでね。どうする、来週来ていきなりどつかれたの。うわー言うて、ドーンめっちゃ怖い。それで、もうしょうがないですよね。向こうもそれやめる気で。っていうことでなるでしょうから。最後はもう火事と、ね、三浦さんの殴り合いになるでしょう。タレントを守る火事さんと。なおならっていう三浦さんとのど付き合いで。なんかこう、三浦氏って普段からグーって全部我慢してる。はい、そんな気がすんのよね。いや、すごいです。もう、この、発散そう、我慢して、我慢して。だそれが、
もうついつい溢れ出て来週飛びかかって飛びかかってきたらちょっとどうしたらやばいっすね。ちょっと落ち着こうっつって、はい、僕らもこんな華奢な体してますからね、無理なんで、あの本当に代表して家事ともうアームレスリングやってくださいよ。それでもう全部もうあの水に流しましょう、はい、ごめんなさい、もう念だけ送らないようにしてください。今日はもうやめとこ、お願いします。イルカさんのポスター落とすだけで本当に、ね、ごめんなさい、ちゃんと貼り直しておきますから。コーナー行きましょう。悪い人の夢はい、さあ、まずはですね、これ荒川区の佐野ののたからいただきました。夢見ました。怪談話っぽいことを言ってる人がいました。あのね、昔こんなことがありまして、プールで泳いでたら急に足をカッと掴まれたんですよ。そしたらなんと声も聞こえてきたんです、耳元でね。おい、もっとバタ足ちゃんとせんかい、こうこうやこうって急にコーチの熱血指導始まっちゃったんです。熱すぎて怖かったわ。これは昔民宿に泊まった時の話なんですけどね、そこが山奥の寂れた民宿だったんで、なんか嫌な気がしたんですよ。大丈夫かなここって思ってたんですね。そしたらなんとはっきりと声が聞こえてきたんですよ。そうなんです、ちゃんと電波があって電話かかってきたんです。 Wi-Fi もあってよかったよかったやっぱその日にインスタ上げたかったんで、いや一瞬ほんと怖かったんですよ。電波あるかな大丈夫かなってね。これある夏の夜のことなんですけど、夜タクシーに乗ってたんですけど、あともう少しで家に着くなーと思ってたら、ちっちゃい火の玉が見えたんですよ。最初なんかよくわかんなくて、あれなんか光ってるなー、よーく目凝らすとその火の玉が3つ4つと増えてね、そしたら人影もバッて浮かび上がってきた。それで俺思わず、うわ近所の子供たちが線香花火してるわ、風情あるなー言うてね。普通の話やなー全部。でもちょっとね、やっぱポスター落ちたところからの流れからするとちょっと怖いですよね、うん、何があるかちょっと分かりませんから、うん、39差し上げときましょう。続きましては、杉並区ダラスマブスからいただきました。夢見ました。チューブが不満を漏らしていました。なんかさ、最近の天候どうかしてると思わへん、今年暑すぎんねん、そういうのに8月の今ちょっと涼しない、いや普通に考えたら暑いねんで、でもそれでももっと前やったら異常やったから涼しく感じんねん。いやええねんけどさ、我々夏を中心に7月8月チューブの夏としてやらせてもらってたわけやん。それが今年は暑いのが6月からやで、夏を待ちきれなくてとか言う前に夏来てて、めっちゃ暑いから早めに駆り出されてやな。今はああ夏休みちょいと多いよぎ疲れどころちゃうのよ、しんどいて。しかも暑すぎたやろ、ストップザシーズンインザサンなんて全く思わんかったわ。太陽どっか行け、何がストップやねん、限度あるやろ言うて初めて夏に消えたわ。ええ年やねんからすぐには適応できへんねん。暑いのは7月8月でええのよ。それも危なくない暑さね、うん、湿気もないやつ、うん、それで頼むわ。確かに6月ぐらいめちゃくちゃ暑かったですよね。今ちょっとだってもうちょっと涼しになってきてたりとか、ずれてきてるって言うよね。昔だって9月ぐらいまでまだ暑いなー言ってたのが、ちょっともう涼しになってきてますもんね。いやなんか変わってきてんねんね、どん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 雨の降り方とかも変やし。虫すごいかったな、異常にベランダ、虫が同じ虫ばっかり、あれカメムシとかもすごい異常に発生してるんでしょ、うん、気をつけてください。カメムシはもう室内でないと冬越せないんで、なんとかして室内に入ってこようとしますから、うん、ちょっとの隙間でも入ってくるんで気をつけてください。ウィルソン差し上げておきましょう。続きましては宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。夢見ました。ワル土屋アンナが夏休みの宿題を手伝っていました。おいどうしたんでしょうね、
お前まだ夏休みの宿題終わってねえのか？だから毎日少しずつ終わらせとけってあれだけ言ったのに。分かってよ。私が手伝ってやるから。まずは算数。算数は一番楽だよ。全部答えに2って書いておけばいいんだから。だいたい正解なんだよ。ほら、もう終わった。楽なもんだろ？次は何？自由研究？お前、今の心拍数測っておきな。夏休みの宿題を最終日まで終わらせていない時の心拍数とギリギリで終わらせた後の心拍数でも記録しておけば、それっぽいだろ？運が良ければバズれるかもしれないぜ。あ、ほら、もう終わった夏休み宿題なんでこうやってごまかせばいいんだよ。え、まだ工作が残ってるの？もう作るの無理だから、私が小学校の頃粘土で作った貯金箱あげるからそれ持っていきな。いろいろやってくれそうな感じはするけどね。でももう最近そのまあ言うてたな、こう自由研究、自由研究、研究せえへんことも自由やろってすっごい言ってる、毎年言ってるやつおって。ええやん、もう自由やね。研究はしてないけどな。研究してないけど、自由研究。だから自由、研究せえへん、自由もあるような、みたいなこと言ってるやつよ。誰か言い出せやろな。言い出した。自由研究って言ったら。俺いつもあれは、セミの、こう、あれ。カーテンにかけて夜通し観察するっていうのをやってた。すごいで、カパって背中開いて、そこから出てくる。だそれちょっとこう脱いで上に上がるから、その抜け殻の上にセミがこう2個ずつこうなんか並んでるみたいな、すっごい綺麗ななんか感じのやつ、それ自由研究一回やった。やれ、今もう子供やってる。俺もうアゲハチを何匹見たか。ああ、アゲハね。部屋の中で。もうだから、一瞬でも逃したらな。そうやね。見られへん瞬間あるから、ずっとこう動画で撮っといて。何匹も見た。あれ、まあ、これ全然関係ないけど、昔鬼雲が天井に、まあ、ラジオで言ったかな、卵を産んだのよ、すごかったで、生まれる瞬間パーってさ、ほんまに糸で、そう、ちっちゃい雲が糸でふわー降りてくんね、何十匹もダーって、でそれを下でどうしようどうしよう言って、岡村家で下でこうやってティッシュでパーン一つずつこう潰していってね、キリないね、ブワー降りてくるから、ほんだばあちゃんが掃除機で吸うたらええねん言うて、掃除機でポン吸うて、中でこれあれちゃうんて、雲めちゃくちゃ発生してんちゃうんって言うて、言うたけど、もうそうしゃあないやろ言うて、キレ買ってんでもちゃーっとちゃい雲こないし降りてくんの、ほんまスパイダーマンみたいな、思い出した。自由研究やな、それも、でもそれは研究も何もしてなかったけど、ただパニックになってただけやから、なんやー言うて、なんか降りてくるって言って、ちっちゃアイクもやった。スリナに差し上げておきましょう。続きましては品川区トラキッチンからいただきました、今言いました、チャック三浦さんがスタッフと歌謡祭の出演交渉していました。だから出ないって言ってる、チャック出たら絶対チャック開けたり閉めさせたりする、チャックもしチャック開けた時にチャックの中身が出ちゃったらどうする、チャック中身で出てなかったとしても、シミとかついてたらどうする、チャック？まだ配信やるか決まってないけど、もし配信されたらその部分だけスクショされて拡散される、チャック。こうなったら誰も責任取れない、チャック。シュワッチだけだったらいい、チャック。でも、そんなのにリスナーが許さない、チャック。このチャックに誓ってリスナーのことは裏切れない、チャック。出ないことが一番のリスナーへの裏切り、チャックって？そこまで言うなら絶対中身が出なくてシミがつかないパンツを用意する、チャック。それが条件、チャック。喋り方変わってもうたか。いやでもチャックがつくね。三浦さんイメージしながらこの会話してたら面白いよな。なんとなく想像ついてくるでしょ。ええ怒ってんのかな。いやもう今もとどめさしたでしょ。はがきでもダメでしょ。怒ってますよ、そら。まだね、まあ交渉決裂したぐらいですからね、まだやるんかと思ってる。怒ってるチャックですよ。僕怒ってるチャック。
でもちょっとラジオもしこれ聞いてるとしたらちょっと自分で言ってみたりしてもう寝るチャックみたいな言ってたりするかもわかりませんけど、ね、なるやんか、ウィルソン差し上げておきましょう。続きましては、岩手県鈍化町からいただきました。意味ました、悪村隆が中森明菜さんの飾りじゃないの涙はの替え歌を歌っていました。私は泣いたことがない、カーナビ検索した時に自宅がなぜか旧吉本に登録されていても怖くなかった。QR コードが読み取れず不思議な気持ちで見てたけど、私泣いたりするのは違うと感じてた。私は泣いたことがない、無人のレジの真ん中で訳もわからず立ち尽くしたり、店員さんを呼び止めたり助けられたり、そして携帯が変わるたびパニックばかりを起こすけど、私泣いたりするのは違うと感じてた。ジジイじゃないのよ、たかしは、はは、ボケてるわけではないのよ、ほほ、最後は人と人だから、はは、少しだけならまだしも、ちょっと多すぎるのよトラブル、ほほほほ。ほんまにトラブル多すぎるわ、ほんまに。いろいろあるな。うん、やっと機械トラブルが撮ったよ、とうとう TikTokTikTok を撮ったの？ TikTok のアプリを撮りました。ああ、そう、 TikTok が見れるようにしました。津田さんに教えてもらって、ダイヤの津田に教えてもらってなんかおっぱいの大きい子ばっかり出てきますわって津田言ってたけどそれお前が見てるからやろ、お前見てるから出てくるんだよ、そんなばっかり出てくるのさアーティスト。そうなんだよね、そうそうそう、うん、好きなもんな、こう。そうやな、あれもな、うん、教えてくれるねもな、あなたこれ好きでしょ、みたいな、うん。どうなってんねんと思うけどね。スリーナインさせてあげておきましょう。今日は以上です。はい、今年もね、七重の歌謡祭に向けて、替え歌もどんどん送ってください。はい、指番号100-8439日本放送99の俺と日本、悪い人の夢の係までお願いします。はい、メールは nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com、懸命に悪い人の夢と書いて送ってください。はい、そして来週のオールナイトニッポンは毎日がスペシャル。ここで各番組のお知らせを一気にどうぞ。犬はレゲエ音楽好きであることが判明。一点。ナインティナインのオールナイトニッポン。フィット竹村。はい、会いましたよ、フィット竹村さん。ライブスタンドで偶然通りかかって、わーっと思ってやってくださいって言って、フィットやってください、なんなんすか知らないんですよ、やめてくださいって言ったけど、テレアやんな、うん、動画撮って思いっきりインスタに載せたった、無断でフィットってやってたねやってくれたこれはですね、東京都の、陳謝エールからいただきました。おばあちゃんとティッシュに包まれたお小遣い、フィットあのね、フィットのやり方なんですけど、フィッタケさんがあるの、指、僕たちはフィットっていうのを指一本上げるだけと思ったんですけど、うん、こう、ゲッツの、ゲッツのこう指さす、うん、あれでした、片手で右手でフィットっていうのがあの公式らしいですそれ何も言うてないんですけど、ちょっと やってくださいフィッタケさんって言ったら、うん、フィットってやってたんで、あ、これじゃあ L みたいなあれですね、うんうん、でゲッツの人がやるやつと一緒ですねって言って、うん、言うたらフィットってやってましたんで、そう、公式にはあのゲッツの右手バージョンがフィットらしいです、はい、そこは分かってきました続きまして、これはそうか、全員フィット差し上げときますよね、これはね、川口市イエロー軍曹からいただきました。玉ねぎと飴色、フィット
まあね、玉ねぎ、まあ、飴色に飴色に言うけど時間かかるんですよね、あれほんまにめちゃくちゃ、続きまして、秋田県19年ぶり再開からいただきました。入り組んだ道と一軒家と書道教室フィット。ああこれわかるわ、行ってた、近所のお家に、お家で教室をね、書道教室、やってはる人はね、行ってました、習字とかもあったよね。習字習ってましたよ、私。今でもあんのかな、そういうお家でやってる感じの。あるやろな。うん。俺ちょっと家、とか俺ちょっと家やってんな、あの、朱色のやつで直されんの、自分の字を。わかる？上からこうやってピンって、この朱色の墨字で直されるやん。うんうん、あれなんか子供なんか嫌やわ、これなんでこんな上に書くねんと思って。なんで何が嫌な？なんか、もうその書いたんのに、自分の字で書いてるのに。でもずれてますよってことでしょ？そうそうそう。そうやねんけど、その上にさ、あの、朱色のやつでバッサー上から書かれるとさ、うわ、なんか汚いなーって。汚いな。なんか、止めとかの時に、こう、細いので丸とか書いてくれんのはいいね。羽とか。ここね。ここいいですね、とか。でも、全然違う時に、角度が違うとかなった時、その上にガッサー書くはる。なんか。だからもう、それ、何にも置いとかれへんし。うわ。と思ってて、子供ながら誰にも言われてへんかったけど、なんでかわかんない、なんでこんなことすんねんって子供ながらに思って、自分の書いたやつの上にそんな書くねやと思って、またそれ直して清書して綺麗に書いたらいいんちゃうの。そうだから、それを見て今度からはこう書きなさいよっていうことなんやろうけど、うん、うわぁ嫌なことするなぁと思ってて、ただそれだけなんですけど、ね、今でもそのやり方やろうな、先生って。そうなのかな、わかりやすいもんね、うん、変わってないのかね、うん、続きまして東京都、同じく陳謝エールからいただきました。アメリカ映画と自転車を雑に乗り捨てる子供フィット、うん、あるね、うん、ザッサンって自転車、まあそうやな、大体あの BMX 的な自転車が多かったりしますけどね、うん、あ、今日はもう時間がないというか、読まれた方全員にフィットを差し上げておきましょう。公式が分かったんでね、書きやすくなったですね。ナイティナインのオールナイトニッポン、メール行きましょうか、はい、あ、いっぱい来てる、まあ、すごいね、あ、こんなん行こう、ラジオネームワイトキングダム、水泳経験者です。自由形は基本バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、クロール、何で泳いでもいいんです、うん、クロールが一番速いためクロールを泳いでいます。チャック・ミューラー氏はもしかしたら周りがクロールを泳いでるのに自分だけバタフライを泳いでいたかもしれません。ああ。まあそうか、自由形やから、うん。どれでもいいという自由形だよね。なるほどね。なんかよく、あんまりちゃんとしっかり体見たことないですけども、うん、もしかしたらあれ筋肉かもわかんないしね。ああ。なんか、千代の富士っぽい体というか。わかんないですけど、まだちょっと全体を見たことがないですけど、うん、まあ、ブヨブヨですかね、ブヨンブヨンじゃないんじゃないですか、僕は千代の富士っぽいと思ってますけど、柔らかい筋肉もあるけどね。そうなんです、柔らかい筋肉の方がなんかええ筋肉やっていう、うん、うん、あれお腹出てるんですかね、そうなんや、そうなのかな、うん、これいこうかな、じゃあ。ラジオネーム、コンドルになりたいコンコルド。三浦さんは音楽家であり、水泳選手だと判明しました。そうよ。イギリスの研究チームの調査によると、競泳選手が泳ぐ前に音楽を聴いて練習すると成績が向上すると分かったそうです。うん、中でも、エミネムの楽曲を聴くと 10% も成績が向上したので、
三浦さんはエミネム三浦さんでもあるんではないでしょうか。いや、それがエビ中三浦なんですよ。エミネムじゃなくて、まあ、言ってしまえばね、エビ中なんですよね。エビ中が好きなので大好きなんですよね。エミネムとはちょっと違う、うん、バスツアーに参加するぐらい。今ね、はい、今の話ですよね。そうです、すごいよね、最近の話やもんね。うん、バスツアーに参加するって、いや、ちょっと、もしかしたら、そのバス、まあ、結構大柄というかね、そういうところもあったんで、ちょっと無理してバス長時間座ってはったんかもわかんないですね。すごい、やっぱ好きなアーティストいるんですね。アイコンも好きやもんね、もともとは。アイコンの時の興奮状態たるやすごいですもんね。声がもうすごいでかいですから、うん、我々つけてるこ の, あのヘッドホンからもすごい、なんかもうイヤホンからもすごいですもんね、指示と、うん、指示というかもうヤジみたいなが飛んできますもんね。いいとこ見せたいという気持ちがね、まあまあそうですよね、うん、そうさせるんでしょうね。うん、ちょっと球が大きいですもんね。そうですよね、このガラスに当たる時ありますもんね、これが。そういうこともありますもんね。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、ナイティナインのオールナイトニッポン。ナイナイ共通テスト。さあ、このコーナーは全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験、ないない共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。はい、月末恒例、今日はこちらのコーナー、スペシャル仕立て、今何かを頑張っているリスナーに電話をつないで、ないない共通テストに生挑戦していただきます。はい、つながってます。もしもし。もしもし。あ、お名前と年齢を教えてください。はい、福岡県の吉田、21歳、大学3年生です。吉田さん、大学3年生。うわー、あれ、あの、もうじゃあ単位はだいぶ取れてるわけ。そうですね、まあ、はい、まあ、今年頑張ってます、特に。あ、今年頑張っている。はい、これ、でも、あれや、今何を頑張ってるかっていうことなんですけど、これはもう言えるやつあるんですよね、もちろん。そうですね、今、あの、その通信制の大学に通いながら、ほう、あの、野球のクラブチームでプレーをしています。このなんかクラブチームがすごいらしいじゃないですか。そうですね、あの、タレントの井出らっきょさんが総監督を務めてるチームなんですけど。すごいやんか。イデラッキョさんの、はい、その、あるいはクラブチームに入ってんねや。そうですね。それほら、なかなか入られへんのちゃうの。いや、あの、まあ、その野球やってる人やったら誰でも入れるんですけど。あ、誰でも入れんの。なんかセレクションとかはあるんすか、入るとき。いや、そういうの、特になかったですね。でも、吉田くんは、はい、将来、その、なんかプロになろうとか思ってるわけ。そうですね、プロになれるように。うわ、すごいやん。はい、ちょっと待って、ほんで、その、あの、イデラッキョさんのチームからプロ行った人とかもいるわけ。いや、プロはまだいないんですよね。ああ、いてないね。1個前の、はい、実業団とかはいるんですけど。ああ、なるほど。はい、あ、行ったら、ほんならもうラッキョさんも喜びはるでしょ、そら。まあ、会ったことはないんですけど。なんで。なんでなんだって。面白い、ね、ヒデラッキョさん。吉田、面白い、ね、ヒデラッキョさんのチームなんちゃうん。はい、いや、そうなんですけど、うん、僕もちょっと僕のタイミングが悪いかもしれないんですけど、会ったことないんですよね。総監督やから。監督もいらっしゃるでしょ、現場に。そうです、現場の監督はもちろんいます、ね。はい、ラッキョさんは総監督やから。うわ、そうなんや。あ、はい、ギダユさんとか見たことあんのじゃ。ないですね。なあ、関係ないやろな。軍団さん、誰か見たことある。いや、ないですね。ないか。だって、ラッキョさんも会ったことないやろな。軍団さん、会いたいでしょ、だってラッキョさん。いや、会いたいですね。会いたいよね。はい。めちゃくちゃ足早いね。馬と競争してあったぐらいやねんから、昔。はい。
それはなんか見たことあります、ね、あるやろ映像。はい、はい、あります。めちゃくちゃ足早いのよ。ブリーフ1枚のダッシュめっちゃおもろいで多分でもあれやろな、野球の時はほんまにマジなんやろな。いやいや、そうそうやと思う。うん、あの軍団さんとかたけしさんの草野球とか YouTube に時々転がってるけど、めちゃくちゃうまいもんな、みんな。見たことある？あ、そうなんですか。いや、ないですね。たけしさんとかサードとか守ってるやつとかめちゃくちゃすごいで。ちょっと見てみて。なあ、イメージと、はい、なあ、はい、違うかもしれない。ポジションピッチャーやねん。はい、はい、ピッチャーやってます。すごいな。何キロぐらい出るの？今、あの、去年まで130キロぐらいやったんですけど、なんか今年になってなんか急に伸びて、マックス142キロぐらいまで出るようになりましたね。あ、すごいやん。はい。うわ、キング三浦氏が今バッティングセンターにいるっていうか、いう噂もあるぐらいやから。噂やからな。ちょっと行きたいですね。なあ、ちょっとな、勝負してみたいよな。はい。それ自体は。はい、え、150ぐらいまでいけるかもわからんな、ほんまに。そうですね、そこを目標に頑張ってます。え、じゃあレギュラーなの今。そうですね、試合に使っていただいてますね。あ、そうなんや。はい。そうなんや。もう選抜や。そうですね。体ごつい？からですか。いや、まだ全然その、なんだろう、もっとごつい人いっぱいいるんで。ああ、そうなんや。もうちょっと、はい、トレーニング頑張らないと思ってますね。プロ目指してとなるとちょ本格的やからな。いやいや、すごいよな。頑張ってほしいね。うん、うん、うわ、でもなんとか、そしたららっきょさんに見せてほしいよね、正解して。このあの、らっきょさん来た時に、あの、ラジオでもらったんですけど、ないないからもらったやつですっていう、はい、ちょっとグッズ、ちょっと、なんとか獲得してほしいと思いますんで、頑張ってください。会われへんかもしれんけどな。そうやな。会って、まだ会ってないから。そうそうそう。さあ、それではいいですか？はい。いきますよ。それでは、はい、まずは、日野市のシャープ鉛筆からいただきました。問題。タイの入っていないたい焼きを何という？はい、吉田。焼き。残念、考えすぎたな。え、タイの入ってない、うん、タイの入っていないたい焼き、はい、うん、タイの入ってないたい焼き。正解は、はい、たい焼きや。え、そっか、そういうことか。そういうことや。吉田。そういうことだ。いいね。焦ったな。ああ、やばいやばい。考えすぎたな。考えすぎたな。タイ、はい、タイ焼きにタイなんか入ってないやん。そうですね。うん。ちょ、緊張してんな。緊張しましたね。あんことかやもんな。そやで。カスタードとかな。かか、今の方にはウィルソン差し上げて、ああ、もうあと2問しかない。あ、ステッカー、はい、ステッカー差し上げておきます。もう2問しかない、やばい、はい、頑張れ、はい、いきますよ。続いては千葉県和平ミラーからいただきました。問題。 TM レボリューションは何人組か答えなさい。吉田。1人。正解。やった。よかった。とりあえず獲得しましたね。いやー、よかったです。よかったな。ほんまにホッとしてるやろ、はい、今。めっちゃめちゃホッとしてる。あの、あれやろ、さっきのたい焼きめっちゃ恥ずかしいやろ。いや、めっちゃ恥ずかしいですね。考えすぎや。引きずってるやろ。はい。ちょっと声の質変わったもんな。あ、そうか。はい。もう一回思い出して。焼き。焼き。焼き。明日もう一回、寝てもう一回思い出して、もう一回笑えるから。そう。焼きだったな。なんか、ね、吉田の可愛いとこ出てしまったよ。和平みなにステッカー差し上げておきましょう。もう一枚ございますから。はい。もう一問、頑張ってください。いきますよ。宝塚市、心の折れたエンジェルからいただきました。問題。次のうち、この番組のディレクターの通称でないのはどれ？キング三浦、シュワッチ三浦、チャック三浦、マイルド三浦。吉田。
マイルド三浦。正解今日特に出てましたからね、はい、三浦さんの話がずーっと出てましたから。よかったな。正解しました、はい、確かにちょっとね、まあちこち今フラフラしてるみたいなんですけども、うん、はい、もしかしたらその吉田の家の近くにもいるかもわかりませんのでちょっと見かけたら声かけてあげてほしいなと思います。そうね、はい、心の天井にお守り差し上げておきましょう。さあ今日はじゃあ吉田にはステッカーとお守りとモバイルバッテリー全部やね。そうですね、差し上げます。モバイルバッテリー2つ差し上げます。はい、うん、ありがとうございます、はい、キャッチャーの子に渡してあげてください。あ、お前、はい、まさにバッテリーそうです ね、 ね、はい、お前ありがとう、ありがとう。これぐらいならできんねん、うん、これぐらいしかできへんけどね。さあさあさあ、そういうことでございまして、今ね野球を頑張ってる吉田ですけれども、今日は矢部さんから、はい、応援メッセージ一言ね、はい、いただきたいと思います。はい、吉田さん、吉田ちゃんは吉田よく聞いといてください、うん、それではお願いいたします。目指せ大谷翔平。出ましたということでね、頑張っていただきたいです、ね、あれリアクション全然薄くありがとうございます。いや、今大谷翔平でしょ、だってピッチャーといえばというか、もう野球といえば、はい、メジャーリーグといえば大谷翔平さんじゃないんですか。そうですね、はい、僕はバッターしないんですけど。はい、そう、もう決めてんの、はい、しないって。そう、そうですね、いや、しないって決めてるっていうか、うん、バッティングは下手なので、うん、いやでもその今野球って言えば大谷翔平やんか。はい、はい、うん、だから大谷翔平って言うてんけど、なんかそのままファーってごめんな、なんか焼き、もう一回思い出して、焼き、お互い恥ずかしかったということで、俺の目指す大谷翔平も吉田の焼きもドロー。やばい、焼きやばいな。ありがとうございました、頑張ってくださいね。ありがとうございました。さあ、来月末も電話でリスナーにチャレンジしてもらおうと思っています。はい、引き続きネタの方もお待ちしております。今日は郵便番号 100-8439 日放送99のオールナイトニッポン99共通テストの係まで。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com、 件名には共通テストと書いてください、はい、コーナーで読まれた方にはオリジナルノベルティグッズ、ステッカー、お守り、モバイルバッテリーのうち一つ差し上げます。はい、一曲いきましょう。バンドメイドでアンリーシュ。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、それぞれの係まで。たくさんはがき送ってください。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com、 メールの場合は1通につき1ネタで、懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。メールもたくさん送ってください。なお、点取り占いのみはがきだけの受付となります。お願いします。あなたにとってこの夏はどんなものでしたか。何を考え、何を感じましたか。ソングオブサマー、今年の夏を名曲とともにプレイバック。ゲストにカリスマボイストレーナー秋山隆二さんをお迎えします。ナインティナインのオールナイトニッポンは今度の木曜日深夜1時からの放送です。ジャネット・ジャクソンの、はい、リズムネーションを流すと、うん、古いノートパソコンがシャットダウンする。ナインティナインのオールナイトニッポン、ほんまかいな。タイムラインで読もうと思ってて、かぶったな。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組は AK レーシング、エイブル、ブルボン、高須クリニック、ワンカップ大関、ボートレース振興会、
以上、各社の協賛で東京中学有楽町日本放送をキーセッションに全国36局ネットでお送りしました。はい、エントリー採用者、兵庫県ペンネームゴリラババア、宝塚市ペンネーム心の折れたエンジェル、市川市ペンネーム南県、品川区ペンネームトラキッチン、4名の方々におカードを差し上げます。うん、そしてタイムラインの採用者にウィルソンを差し上げます。はい、そして今夜の放送はラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せるほか、 Spotify のポッドキャストではタイムフリー終了後もこの番組のアーカイブを無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。はい、来週9月1日はスペシャルウィーク、カリスマボイストレーナーロバート秋山先生生登場です。はい、皆さん絶対に聞いてくださいね。本当になんか毎週ね、お仕事一緒にさせていただいてるのに、三浦さんがピアノやってること知らなかったりとか。そうね、 あんまりそういうひけらかしはれへんねやろね、うん、控えめなんやろね。でもなんかもうそういう生き様っていうか博士太郎さんやってるなっていうのも分かったしね。ラジオネームゴンザレス、今日エビ中の風見の農家さんの生誕祭イベントがありました、うん、そちらに行かれてる可能性はあ、行きましたね。可能性あるね。あ、そっちですよ、有力、はい、生誕祭いいですね。その今の方にメガネケース差し上げますやねんで。そうか、どうしても今日そっち側やったんやね。これは外せないよね。しょうがない、もう一枚ラジオネームマイルストーン、歌謡祭でチャック三浦さんが情熱大陸をピアノで弾くのを期待してもいいでしょうか。うまく交渉してください。今後は拗ねてしまわぬよう水面下でお願いします。いやもうね、正直こんだけ今日やったらもう絶対出てくれないですよ。なんならもう、はい、やばいと思うわ。菊田さんに怒ってると思います。お前よく自由にやったなって。菊田君に矛先行くかも。コーナー2つ潰してよく俺のメール読んだよなみたいなことになりかねない。止めろよ。さっき殴られるのは菊田さんかもしれませんよ。ドーンして真っすぐ震えてるからね、はい、小刻みに。これはもう菊田君受けて、それはもう右ストレート、俺の代わりにドーンってくるかも分かりません。まあ、火事がね、そこはまあまあまあってやってくれるとは思うんですけど。充電して充電してのドーン、怒ってるんだぞというパンチですか。こっちに来ませんように。わわ言っております。お時間です。さよなら。逆や。